高高俺へこむんだけど画角に入んねえもん座り方じゃないだって同じ座り方してるよ周平の方が背高いからねダッシュでこずどうも武田でございます刻んでいこうぜよしきでございますタイトルにある通り5年間お付き合いしていたカメラが壊れましたあれだなカメラが壊れたんだよね、はい、こちらですねこちらのカメラこのカメラで DKD プロジェクト8万5000人まで導いたと言っても過言ではない、うん、僕たちにとっては命のようなカメラだったんですけれども本当にここ1週間かなもう全然ピントが合わなくなっちゃってもうおじいちゃんというかどういう感じかみんなに見せてみようか一応はいどう映りクソ不愉快やっぱりダメかうんまあそうだよねこれは走っているかどうかもね、わからんみたいな。幸い、まあ、コメント欄では来てなかったんで、ギリ逃げたのかなっていう感じだったんですけど、僕たちクリエイターとしては、もう非常に気持ち悪くて仕方がない状態が続いてたので、ね、まあ、いよいよ買おうかと決断したところですね。これがね、これは東京出てくる時に YouTube TKD とやろうぜってなって、まあ、買って、本当に思い出のカメラというか、一応2年間さ、社会人やって、安定はしてたんだけど、ウィーニングイレブンっていうゲームに月大体ね、15万ぐらい課金してたんで。うん、魔法や。ほんとにこのカメラと MacBook 買って、全部貯金をはたいて、東京に出て YouTube を始める。結構バカだよね。とうとうね、寿命が来てしまったと。お疲れ様、本当に。はい。本当お疲れ様でした。本当お疲れ様なんですよ。だってこれなかったら今、俺ら8万5000人いないわけだし。携帯で撮ってたらね、あの映像がみたいなのないからね。そうだね。ちなみにこうやって今分かるように教えてますけどパソコンとねカメラ一緒に買ってきましたみたいな、はい、東京来ましたって言ってますけどパソコンの方は秒で売りました、まあ、ということで最初YOSHIKIさんが買ってくれたということで今回ちょっと僕が次買おうかなとってことはね、はい、YouTuber5 年目にして自分のお金で初めてカメラ買うようやくカメラ初心者ちょっとドキドキしてるそうですね今から池袋の方行って買い物してきてそうですね行きますか行きましょうはいそれではやっていきましょうダッシュで行こうぜはい、ということで今から家出少女と会います池袋ってそんな感じだよねあと5分ぐらいで行きます母子堂の前です、はい、違いますこんなとこでカメラ回すなお前こんなとこでカメラ回すないや、いいだろ大丈夫主演しか映ってないから本当に恥ずかしいんだけど大丈夫今俺のどこ映ってるのあの目いいカメラあるでしょありますあそこに買いに行きます今からはい10万しないぐらいで抑えたいな予算10万円ということで行くぞはいそれ欲しいなそれちょうど10万円ぐらい10万円お取り寄せなんですよそうなんですよね2、3ヶ月ぐらいかかるっぽいんでユーシさんの子使います急にはい、ということでお帰りなさいませいやめっちゃ外寒い俺らがさ、2人で会う日とかさ撮影の日ってめっちゃ寒いんだろうね2人で会う日って言い方やめてもらっていい気持ち悪いから買ってきましたはいマジで2時間わかるかな悩みすぎて気持ち悪くなる感じいやーもう気持ち悪い高いから俺だからそうだねいや疲れたね結論から言うと、はい、2人とも買いました結局ねちょっと軽く話すと当初は僕だけが買う予定だったんですけど欲しいモデルっていうものが聞いたところほとんど流通してない枯渇してる状態らしくて取り寄せしてもちょっといつ届くかわからない状況らしくて欲しいの職業にもちょっと影響出ちゃうということでまあちょっとモデル落とすじゃないですけどまあちょっと妥協したものを買わなきゃいけないっていうまた選択肢が一個出たというところででも僕がダダこねてたんですよねいいもの見ちゃったからねそうもうこれしか買いたくない、ね、その一個落としたモデルを本当はまあ周平が買えば本当は今日それで終わりだったんですけどその前にすごい品切れになってるいいものを見ちゃったばっかりに1個落としたモデル買いたくねえそうそうそしたらあの店員さんが来てくださってこれはないですけどこっちにもなりますよっていうものをこう提案してくださってそれがめちゃくちゃいいものだったねいいものだったねそれも速攻で買えそうだったんですけど携帯調べてみたら店頭になかったモデルが Amazon で売ってて迷ってたんですよずっとめっちゃ迷ってたねで結局店員さんがおすすめしてくれたモデルとそれにない機能があるのでそれをちょっとYOSHIKIさんの方に買ってもらったといういきまーすブルーッゴーン新しいこちら買いました6万3000円だったんですけど、はい、あまりにも俺らが2時間ぐらい、ね、悩むから最終的に5万2000円になりました俺らが値切ったっていうかこんぐらい値切るんでも買いませんかみたいなあそうだね一回開けようか2、1
ドゥン。近くで見たらあんまり変わんない。完全にさ、進化バージョンだよね。進化バージョンで、ね、ちょっと大きくなった、うん、ちょっとね、何が変わったかっていうと、ギガ数とすごい手ぶれ補正がついた。ほんなこれを TKD 買う予定だったんだけど、これの一個上のモデルが売ってないという、うん、そう、これもね、台数少なかったんですよね。もうラッキーって言えばラッキーだった、うん、数台しか入ってこない。ソニーのやっぱりハンディカムってそれだけ貴重なんですよ。で、僕が買ったのはこちら、V1 V… え？ゼイ、いいカメラ、いいカメラ。ZV-1 ZV-1 です。はい、超かっこいいっしょ。いやこれマジでかっこいいからね。マスオですの、マスオ TV いるじゃん、さんがレビューしてた。あー、なるほどね、うん、画質確かめらんないから、この画質見たい人はマスオ TV 飛んでいただけるどういう言い方ですか。絶対概要欄とか見んのよ、貼ってないから。絶対貼ってないから。マスオ TV 今知ってる人いんのかな。なんで機能が多くて楽で小さくっていうところで、売り方が YouTuber だもんね、これ。ね、確かに。これからまたより一層綺麗な映像が、そうですね、映像で TKD プロジェクトが見れるという、はい、なんで俺も買ったかっていうと、この機能だとちょっとズーム機能が弱いというか。そうだね、例えば俺がさ、ゴール地点に立ってて 100m をスタートしようとしてる時とか、それだとちょっと弱くなっちゃうから、俺の方のズームに強いハンディカムを買って、うん、こっちはめちゃめちゃ万能な綺麗な映像とか、ズーム以外の時に使える最強カメラを買ったということで。買いました。もうこれで、ね、明日の武田の一日撮ることですよ。ちょっとしい、あ、見たい見たい見たい。これで撮る、ちょっと明日で、あれなんだね、あの、買っておいて開けないって。開けない、ちゃんとこれ使った動画開けるから。あ、なるほどね、うん、今日はここまでにして許してくれと、うん、ということで、なぜ開けないかというと、うん、あの、多分編集間に合わないもうめちゃめちゃ切羽詰まってるから、ね、詰まってる。この後家戻って5時に編集して8時に動画開けます最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。